嘘。昨日のチート前の体重と変わらへんねんけど。え、どういうこと？ほんまに分からへん。今から普通にバイト。途中諦めるかと思った。なんでこんなに頑張れんの？いいことがあるっていうのは悪いことがあるから。過去最低体重です。おはようございます、チャピさんでございます。昨日、チートデイを終えまして朝を迎えました。今ちょっと起きたばっかりで声がちょっと変なことになってるんですけれども、昨日はちょっと食べ過ぎましたね。はい、寝るまではチートデイって言われたので、ほんまに寝る寸前11時45分ぐらいまでドーナツとお菓子を食べてました。そんな普通に考えて普通にやらへんからさ、ダイエットとか関係なくそんなことしなかったから、すっごいなんか変な気持ちやったんですけど、まあ今日はチートデイ翌日ということで、この3日間かけてこの食べたものたちをたくさん消費してさらに減量を加速させるという段階に入ってきました。でね、皆さんもね、食べ過ぎる時あると思うんですよ。まあ夜ご飯みんなと楽しんだ飲み会があった、ママがケーキ買ってきてくれたとか、でそれをみんなで乗り越えようじゃないかということでですね、今日は全力で昨日食べた分を打破していこうと思うので、今日一日食事と運動を密着していきたいと思います。じゃあ今の体のチェックと体重測っていきましょう。お、顔はね、思いのほかそんなにむくんでない。私もっとパンパンになるタイプやからむくむかなと思ったら意外とそこまでむくんでないっていうのと、今体こんな状態なんですけど、お腹も思いのほかそんなに出てないのね。チート直後のお腹、エイト君の方の動画で上がってるんですけど、なんかそんなにお腹張ってないの、謎すぎん。だって体重も1日で私3キロぐらい増えると思ったら1キロぐらいしか昨日増えてなかったから、まあ多分睡眠してる間にまた増えたんかな、減るんかな、ちょっとわからないので測っていきましょう。嘘やん、52.2キロ。え、 52.2キロ。昨日のチート前の体重と変わらへんねんけど、昨日のチート前の朝の体重と変わらへんねんけど、え、どういうこと？ほんまに分からへん。昨日体重測った時にジムの体重計がおかしいんかなと思ってたけど、これ毎朝減量始めてから測ってる体重計やから多分変動ないはずやのに。え、分からへん。まあということなので、まあ昨日めちゃめちゃカロリーを入れて体的には代謝しないとっていう状態に向かってるから、体重が同じってことは多分めっちゃ加速して減量できるんじゃないかなって思ってます。え、チートデイ動画見てもらったら分かると思うんですけど、私11回食事したんですよ。総摂取カロリー多分6000以上いってると思うんですけど、え、よう分からん。まあということで今日はエイト君に有酸素3本入れてくださいと言われておりまして、今朝の10時なんですけど、今からジムに行って、ウォーキングマシンで傾斜マックスでスピード5を45分間やって、でお昼食べてその後も同じのやって、で夜にもう一回それを挟んで計3本やっていこうと思うので、めっちゃ減量加速気する、めっちゃ減量加速する気する、やる気が出ました。ということで朝ごはんを作っていきたいと思います。朝ごはんができました。こちらが絹豆腐 90g、 お味噌汁、トマト、温泉卵をのせたご飯 150g、 胸肉 95g です。あ、ピオくんが。これは、油使わずに皮を取った胸肉を酒蒸しにしてから塩コショウで炒めました。結構今日寝ちゃって朝が遅いのでまだ散歩行けてないんですよね。ということで空腹有酸素はできてないんですけれども、ご飯をいただきます。なんかさ、昨日甘いものを結構食べて、ずっとなんか和食を食べたかったよね、ほっこりする食べ物だから。今日は朝嫁に戻ってマグパ
嫁にもろってプロテインマグケーキじゃなくって、ちょっとほっこり和食を選びました。うん、美味しい。で、炭水化物いつも朝は45から50ぐらいでってなってるんですけど、今日はできるだけ早い時間に炭水化物をいっぱい取って、夜炭水化物抜きでも栄養が間に合うように朝のうちにエネルギーを取って、エネルギーをたくさん使っていくという作戦でございます。びっくりした、体重減ってないの。違うわ、びっくりした、体重が全く一緒やった。美味しい。結局さ、原料飯が美味しいねんな。胸肉めっちゃ好きやねん。ちょっとこれお土産でもらった梅入り塩昆布、塩昆布めっちゃいいよ。美味しい。じゃあね、じゃあね、朝起きた時に体感で全然むくんでないっていうのと、食べた次の日のなんかあのムッとした感じが全然ないなって思ってた。なんでなんやろ、ほんまに栄養が足りてなくても体にシュンとエネルギーとして入ってきたんかな。何言ってんのやろ。まあでも食べたことには変わりないんで、今日一日しっかり動いていきます。チートデイのね、働きが 100% 以上に効果が出るように、体重は変わってないけどいっぱい動き回ってしっかり調節して、さらに頑張っていきたいと思います。はい、なんか眉毛やばい。はい、帰宅しました。なんかマジで眉毛やばない。いや、後でするわ。いや、マジで時間がなくって、今から普通にバイト。とりあえず急いでお弁当とお昼ご飯を作ったので急いで食べる。本気で意味わからん食べ物作っちゃった。とりあえずタンパク質と糖分を入れたいので、ご飯 150g と白菜と玉ねぎと上に胸肉を乗せてチンして、醤油と胡椒をかけました。で、これ胸肉今 200g 分あんねんけど、半分お昼ご飯で食べて半分夜ご飯でお弁当に持っていきたいと思うので、今からこの半分だけ食べます。脂質が今日ちょっと足りてないので練りごまを 5g かけます。完食にさ、あ、いただきます。ふかしいも持っていた行きたくてふかしとってんけど、なんかちょっと手違いで全くふかせてない。眉毛やばいな。熱っ熱っ。うん、お鍋みたい。白菜美味しい。ビョくんが、ビョくん、ビョくん、練りごまかけたからごまのお鍋みたい。お昼のカロリー392、炭水化物 51、脂質 7.8、タンパク 27.8。 うそ。うん、おいしい。おいしい。結局いつもの原料飯が美味しい。いつも夜ご飯に炭水 20〜30g 取ってたんだけど、それ別に夜に食べんでも午前中に食べたらいいって言われたから、だからお茶碗 150g って結構いっぱい食べれるようになりました。今から急いで食べて間食も詰めてバイトに行ってきます。で、バイト終わったらそのまま有酸素、そして夜にもう一本有酸素。頑張る。こちらが間食に作ったお弁当でございます。白ご飯 150g と胸肉 100g とトマトをちょっとできるだけ詰めました。あの、間食っていうかもう普通にお弁当なんですけど、間食に夜ご飯を食べて、で、夜ご飯の時間にいつもの間食で飲んでるプロテインを飲む。なので間食と夜ご飯が逆になった感じですね。遅い時間にこういう固形の入れずに、今日は
プロテインドリンクって液体だけで済ませていこうと思います。で、その夜ご飯に食べるのが、食べるっていうか夜ご飯にするのがこの PHD のダイエットホエーでございます。これはタンパク17しか入ってないんですけど、 BCA も入っていたり、カロリーが91、あとはカルニチンとかグリーンティーエクストラクって脂肪燃焼効果のあるエキスも入ってるので、多分7時ぐらいにこちらを飲んでいきます。で、これが多分今日1日最後の食事になるかなと思います。はい、それでは今から有酸素2本目やっていきたいと思います。お昼の残りの胸肉とご飯はもう完食で食べましたので、ただいまの時間は7時なんですが、有酸素2本目やっていきたいと思います。朝と同様で傾斜15のペースが5から6を45分間やった後にプロテインを飲んでいきます。頑張ろう。無事生還。マスクびっちゃびちゃになっちゃった。汗やばいわ。今ちょっと8時前なんで、今日最後の食事ってか飲み物やけど、コーヒーと水割りにしてます。あ、美味しい。ヒートテックと裏肝のスウェット着てるからめっちゃ汗かいたわ。よく頑張ったけど、 YouTube 編集し終えられなかったからもうちょっと頑張ろう。家帰ってまた10時から11時ぐらいに有酸素を3本目やっていきたいと思います。途中諦めるかと思った。頑張った。はい、帰宅しまして、無事 YouTube を上げ終えました。ということでですね、もう一本有酸素行ってきます。ただいまの時間が10時ですね。さっきインスタライブして皆さんに励ましの言葉をくださいっていうのをしたら、みんなめっちゃ励ましてくれたし、ストーリーでね、さっきの有酸素賞味めっちゃきつくて、開始10分でほんまにもうやめたかってんけど、もうね、たくさんの人が励ましの言葉をくれたので、ちょっと私も頑張れる。まあね、たったの45分。いつもだって寝る前にさ、ずっと携帯触って YouTube 見てダラダラしてる時間って多分 2,3 時間ぐらいしてると思う。そう思ったらさ、その45分だけ頑張ったらいいって思ったらまだ楽やなと思います。ということで、今日最後の有酸素3本目、行ってきます。おしまい。ああ、よく頑張った。よし、今の体の状態をチェックしていきましょうか。こんな感じですね。まあ、昨日めちゃめちゃ食べたとは思えへんぐらいの体感ですね。お腹もそんな出てないし。でね、なんでこんなに頑張れんのとか、どこからその欲を勝てるのっていうね、コメントめっちゃいただくんですけど、私的な考えは、なんか人生って何でもそうやけど、いいことがあるっていうのは悪いことがあるからって思ってて、まあ楽しいことが存在するってことは、つまりその逆側の存在があるからこそ楽しいことがあるって思ってるから、なんか昨日みたいなチートデイをしてしまったからこれをやってるってよりかは、こういうしんどいことを乗り越えるからこそチートデイとか、まあ、友達と遊ぶ時間とか、まあ、自分の好きなことをする時間がより楽しく感じられるんじゃないかなって私は思っているから、なんかこれも一つのこの減量のプロセスの楽しみの一つでもあるから、私は頑張れる。で、その欲に勝つっていうよりかは、
楽しいことをもっと心の底から楽しめるためになんかやりたいって思えるんですよね。もちろんしんどいで、こんなんやりたくないっちゃやりたくないけど、まあ、それ以上のものを求めるために私はこれをやりたいなっていう感じですね。まあということでチートデイ翌日はこんな感じで過ごしてみました。あのね、早くお家帰って湯船に浸かって爆睡したい。それに限る。一応明日の朝の体重も、記録用に残していきたいと思うので、じゃあ次のクリップは明日の朝ですね。お疲れ様です。おやすみなさい。おはようございます。翌朝でございます。いつも通り朝散歩に出かけまして、だいたい30分ぐらいまた歩いてるところです。でも朝の散歩はね、有酸素っていうよりかは朝のね、一日のマインドセットとか気分転換っていう意味でやってるので全然苦じゃないです。なんなら気持ちいいです。で、朝の体重まだ測ってないから、お家帰ってから測っていこうと思います。なんか肌が綺麗になった気がするね。体感的にもかなり体が軽くて、すっごいお腹減ってるんで体重計乗るんがちょっと楽しみです。はい、体の状態はこんな感じです。かなりすっきりしてるんじゃないでしょうか。嘘、最低体重更新。嘘、やばい、衝撃。 51.25 は過去最低体重です。過去最低体重です。ずっと 51.4 が過去最低体重やってんけど、チートデイを経てさらにその壁を破ることができました。昨日3時間有酸素頑張ってよかった多分ね、今体がこう今までエネルギーが入ってなかった分ポッて入ってきたから、もっと消費しないとっていうモードに入ってると思うので、さらに減量が加速してくれたらなと思っております。これでね、チートデイに向けての恐怖がちょっとなくなった気がするので、これからも頑張りたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう。別にダイエットとか減量じゃなくてもいいんですけど、何か一つ目標に向けて一緒に頑張っていきましょう。それじゃあお次の動画でお会いしましょう。